を期待されていることに応えようとするんですね。深いですね。女性だったりとか若い方たちってそういう思いをしがち。あなたはここにふさわしい人なんですよということを。対談をつないでいただいた YouTuber さんです。皆さんこんにちは、沼チャンネルの沼です。今回は対談企画第4弾ということで、一流ホテルコンシェルジュの菊池舞子さんに来ていただいております。よろしくお願いします。はじめまして、菊池舞子です。はじめまして、よろしくお願いします。皆さん、今回はめちゃくちゃ見応えがあります。菊池さんは業界は違えど、私たちアパレル販売と同じ接客業をずっとされてきた方です。その中でもホテルコンシェルジュの一流、いわゆるトップですよね。はいはいはい、ちょっと間がありましたけども、ちなみに菊池さん、どこのホテルに勤めてたんですか？私が勤めていたのは、最後にいたのはお台場にある東京ベイコートクラブ、はい、ホテル&スパリゾートというすごく長い名前の会員制ホテルにありました。あれですかね、あのツインタワーの。はい、そうです、そうです。あのドドンとドドンと、結構お台場でいうと一番目立ってるビルというか、はい、あそこにずっといらっしゃったと。はい、ありました。はあ、ずっと大卒か何かで勤めてらっしゃるってことですか？あ、それがですね、私は大学を卒業してからは、一番最初は、はい、あの日本航空インターナショナルという、ジャル、まあ、そうです、ジャル。ああ、ジャル。ジャル。すごい。はい、にの客室乗務員として国内線、はい、国際線を約3年間。はい、あのキャビンアテンダントですね。はい、転職をした先が、うん、リゾートトラストという会員制ホテルを運営するグループ会社です。はい、皆さん、やっぱり一流で間違いございません。はい、そんな今回菊池さんとお話しするテーマはズバリ、もしも一流ホテルコンシェルジュがアパレル販売員だったらどうする。やっていきましょう。バイ。 YouTube 上でこの組み合わせ、このテーマはおそらく日本初、世界初だと思うんですよね。つまりあなたがいつも店頭で悩んじゃう、ちょっとこのお客様苦手だな、そんなお客様層に対して、今まで一流を駆け抜けてきた菊池さんだったらどんな接客応対をするか、それをズバズバ聞いていきたいと思います。あなたの明日からの接客に必ずお役に立てる内容になっていますので、少しでもいいなって思った方はぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは早速行きましょう。イエイ。ズバズバ行きたいと思うんですけども、はい、どうぞズバズバ来てください。ありがとうございます。はい、いや、もうキャラがいい、すごくいい。あの、もう自分目線で、はい、そもそもホテルコンシェルジュがわからないっていうのがあるんですよ。そうですよね。はい、よく言葉出てくるんですけど、そうです、今回対談決まってからぶっちゃけ初めてググっちゃいました。どういう仕事なんだろうっていう、はい、視聴者の方も私と同じように正直説明できない方いると思うんですけど、はい、簡単に言うとどんな仕事なんですか？ホテルにご滞在中のお客様の総合案内係のようなお仕事といえば一番わかりやすい。わかりやすいです。フロントはチェックインをしたりとか、ロビーのスタッフはお部屋にご案内をしたりとか、いろいろなそれぞれ役割があるんですが、例えば彼女の記念日何したらいいかなとか、今日の夕飯どこで何食べようかなとか、東京の観光したいけれどもどこがいいかなとか、もう何でも迷ったり悩んだり、何かしてほしいなという要望があったら、どこに聞いていいかわからなかったら、とりあえずコンシェルジュに。全てを担って菊池さんがやってたと。そうです。皆さんが聞きたいことをどんどん聞いていこうと思います。はい、はい、まず1問目、はい、接客が苦手なお客様ってアパレル接客ではいらっしゃるんですよ。はい、あんまり接客しないとか、ね、声かけないでってお客様、はい、もしかしたらホテルコンシェルジュ、ホテルの中でも話すの苦手って方いらっしゃったのかなと思うんですけども、はい、ズバリもしも菊池さんが販売員だったら、はい、こんな風に接するよっていうのがあれば教えてもらっていいですか？はい、ホテルの中でもすごく大切なことって、そのお客様が求められてる距離感を測ること、これが実はすごく大事なお仕事の一つかなと思っています。というのも、私たちホテルへが売っているものって思い出作りだったりとか、お料理だったりとか、ホテルの素晴らしい空間だったりっていうのももちろんそうなんですけれども、お客様の大切な時間を作っているという意識はすごく高く持っていて、そういう意味では一人で過ごしたいと思われている方、誰とも接したくないからホテルに泊まってる方もたくさんいらっしゃいます。そういうお客様とは接しすぎないことを気をつけているんですけれども、それって最初はやっぱりわからない。もちろんそうですよね。そうですね。見た目からいろいろオーラ発してるとか、いろんなもちろんテクニック経験が積んでいけば、あ、このお客様はこういうタイプだなって分かる部分もあるけれども、私あまりラベリングするのが好きじゃなくて。ラベリング、はい、この人はこういうタイプ、
このお客様はこういうタイプ、ああなんかついついしちゃいがちなとこもありますけどね。分かったような気になってはいけないのが接客かなと私は思って。なるほど、まずそこですね、はい、ラベリングをしないこと、しない、こういうお客様だからこういう接客っていう答えを自分の中で作らない。そのためにはまずはどのお客様にも必ずこんにちはとかこれがありがとうございますと自分ができる精一杯の笑顔と声掛けをしてコンタクトは必ず取ります。コンタクトを取った上でその時の反応で今を放っておいてほしいんだなとかカップルでの時間を大切にされたいんだなっていうのは皆さんもうすでに分かると思います。目をあまり合わせなかったりとかお返事がなかったりとか声は出してくれたけれどもその場から離れようとしたりとか、はいはいはい、でそういった仕草を見たらもう私はそのお客様が声をかけたければ声をかけられるところにいながらあえてそのお客様たちのことを気にしてない素振りをして何か作業してます。ああ、気にしてない素振りをあえてしてる、はい、あそうすることによってお客様の反応が良くなったりとかその後菊池さん自身も接客しやすくなるんですか。そうですね、お客様の中にはグイグイ来るのは嫌だけれども自分の中で必要なことだけはやっぱり聞きたいとか、はい、うん、必要な時だけ教えてくれればいいよっていう方もいらっしゃるので、うん、そういう時にあなたにとっての危険人物じゃないですよ、安心な存在ですよという空気だけをまとって必要のある時に声をかけられる範囲にいることによってあちらから声をかけてくださることが多くなると思います。あ、なるほど、はい、ついついアパレル接客って、はい、こっちからのアクションをしなきゃな、うん、人見知りの方、会話が苦手な方もこっちのアクションで解決しなきゃなって思うんですけども、うん、一方で向こうからのアクションがしやすい環境を作るみたいな、そうですね、発想ですか。はい、そうです。なるほど、それはでもすごく大事ですね、うん、接客が苦手っていうよりも、はい、単純になんか口下手な、うん、口数が少ないお客様もいらっしゃると思うんですけども、ね、はい、そういう方に対してちょっと対応は変わったりってあるんですか。はい、私がいたホテルは経営者さんだったりとか富裕層の方が多いホテルではあったんですけれども、はい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 、そういった方たちの中にもコミュニケーション苦手な方はいらっしゃって、うん、きっと不安な思いを必ず持ってらっしゃると思うので、うん、少し気さくさというかダイレクトに言っちゃうともうハードルを下げる、ハードル、高度なことだったりとか専門的なことを言わないようにしていたりだったりとか、なるほど、電気のことを話してみたりとか、意外とコミュニケーション苦手な方って自分の興味のあるテーマになるとすごく饒舌にお話しされたりするじゃないですか。わかります。その方のこう得意分野に持っていくように、はいはいはい、ちょっとお持ち物だったりとか、うん、その方が手に取っているものにご興味があるんですかってお話をかけたりとか、その方の得意分野の中に入る努力をしてたかもしれない。それめちゃくちゃ大事ですね。口下手な方ほどアクション、こっちからの足し算で攻略しちゃおうとするんですけども、そうなればなるほどこっちの専門分野を伝え続けちゃうことがあるから、服の知識だったりとか当店のおすすめだったりとか、お客様のフィールドで話せてないのかな。そうですね、どんどん惹かれるだけだと思います。あ、それがプレッシャーになる、逆効果になったりとか、はい、うん、なるほど。では菊池先生、もう先生って、もうやめてください。いや菊池さん、はいはい、続いてはズバリ商品知識がすごく豊富なお客様っていらっしゃるんですよ。はい、アパレル接客言うとちょっと年配のおじさまとか、はい、販売よりも知識が豊富でそれをたくさんお話しいただける方、はい、そういう方ってまだ未経験の方とか萎縮しちゃったり、はい、もっと言うと逃げちゃうことってあると思うんですよ。経験豊富なお客様に対してどう接するか、ホテルコンシェルジュ視点で何かあったりしますか。割と多分そのジャンルのお客様のことを自分は得意としていたかもしれません。すごい、はい、というのもやっぱり私たちのようなホテルですと世界中のいいサービスを受け尽くしてきたぜみたいなタイプの饒舌に語りたがる男性の経営者さんのお客様とか非常に多くて、これちょっと思い出話になっちゃうんですけれども、まあ簡単に言うとクレーマーというか、クレーマーというとすごく人聞きが悪いんですけれども、商品というか私たちが提供しているサービスに対して人一倍厳しいという有名なお客様がいらっしゃったんですね。でそのお客様がホテルコンシェルジュにこうフラッといらっしゃった時に、私たちの商品に対してあれがダメこれがダメというふうに独り言のように言ってたんです。はい、はい、ショップも兼ねていたので、あ、実は販売もしてまして。そうなんです、コンシェルジュがホテルのオリジナルのお菓子だったりとか、あ、なるほど、グッズだったりとか
そういう販売をしてました。その商品を見ながら、あれダメだこれダメだ、なってないとブツブツとおっしゃってたんです。他のスタッフたちはもうあまた来たみたいな感じで、こうできるだけ接しないように遠ざけていたんですけれども、 その時私そのお客様のことを知らなかったんです、まだ。実はそれもあってメモを持ってバッとその人のところに行って、はい、何々様とどの辺がダメですかもっと詳しく教えてください。でそしたらもしかしたら次の商品開発の会議の時に私意見言えるかもしれないので、どの辺がダメですかって聞きに行ったら、いろんなことを教えてくださって、はい、聞きようによっては文句とかクレーム苦言に聞こえるものであっても、私にしてみればいいアドバイスにしかなっていなくて、なな、うん、それを一生懸命メモを取りながら聞きました、うん、それとともにそういうお客様って、あそこのブランドのこれがいいからあなたも着てみなさいよとか言ってみなさいよっていうおすすめすごくしてくださいますよね。その時についつい私たち接客に携わるものって、あ、行ってみますとか、買ってみますとか、はい、うん、読んでみますとかつい言っちゃうじゃないですか。そうですね。でもそれを必ず守りました。実際に読んでみる、行ってみる、行ってみる、うん、でそれの感想をお手紙だったり、あの次回お会いした時にお伝えしたことですごく強固な信頼関係になって、それ以来そのお客様は私の顧客になってくださって、独立してからもずっと応援してくださるお客様の一人なんです。むしろどんどん教えてもらいに行く姿勢でいると、すごく喜んで皆さん話してくださいますね。なんかさっきの逆なんですね。引いてみるところを足しちゃうとうまくいかないけど、今回言うと逆に攻めるというか、そうですそうです、前に出るみたいな。そうです。そういうお客様はきっと話したいので、自分の知識を、それをこちらも生かさない手はないと。なるほど。結構それを本気で思ってます、うん、知識が豊富の方に対してプロである私たち販売員が知識に劣ってるのはありえないって思われてると思っちゃうんですよ、お客さんから。そうなんですね。そんなのも知らないのかとか、知ってて当たり前で接してるけど私ごめんなさい知らないっていうのが申し訳ないみたいな、はい、とこがあるんですけど、菊池さんはそういう気持ちってなかったんですか？そうですね、なかったかな。すごい。あのただもちろん知る努力は休みの日にできる限り他のホテルに足を運んだりとか知る努力をしてたんですけれども、人生の生きてる年数が圧倒的に長い方だったりとか、圧倒的に豊かな方たちの経験値って逆に共有してもらえることの方が嬉しくて、知らないのに一生懸命知っているふりをしたりとか、知らないのに自分の知ってる別の引き出しを開けてなんとかそこから解放しようとする人よりも、知らないことを教えてくださいって言って寄ってきてくれるスタッフの方が信頼できるかなと思うんですよね。実際にも顧客になってたってことが物語ってますよね。他のお客様たちもそうでした。私の方がプロとしていろいろ知ってるから頼ってくださるというよりは信頼関係が結べたからかなと思います。なるほど。では次の問題です。はい、じゃじゃん。じゃじゃん。今度は自分よりぐっと年下のお客さん、人生経験は自分のが先だったりとか、ファッション、お洋服にまだそんな袖を通してないお客様、はい、たくさんいらっしゃるんですよ、はい、ホテルコンシェルジュ目線で、はい、ホテルもそういう方いらっしゃると思うんですよね、はい、ファッション、ホテル、サービス、まだそこまで足を運んでない若いお客様、ズバリどんな風に接してきたか、ポイントなどあればお願いします。はい、意外に思われるかもしれないですけれども、はい、私ができる接客の対応の中の一番丁寧な対応はそういう方たちにしていました。意外ですよね。あ、さっきの方じゃないですか。そう、年配で商品知識が豊富な方、はい、の方ではないです。そういった方たちには逆に崩した接客をしていたりとかするんですけれども、若い方たちほど、そして女性男性で言ったら女性の方ほど舐められたくないな、だったりとか、あ、女性の方がというか、女性あるんですよ。あるんですよ。女性の皆さんが見てらっしゃるので、そんなことないと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけども、ちょっと想像してみてほしいのが、うん、自分がちょっと背伸びをしていった場所で足元を見られたような対応をされたらどう思いますかということをちょっと想像してみていただきたいです。例えば高級なお寿司屋さんに行った時に、大将が自分以外のお客様とは話してるけれども、自分には必要最低限のお話しかしてくれないってなったら、きっともう二度とそのお寿司屋さん行かないと思うんですよね。ちゃんと身だしなみをそれで自分なりにバッチリにして気持ちも入れていったのに、そういう意味で割と女性だったりとか若い方たちってそういう思いをしがちなので、皆さんもきっと普通に生き慣れてる方たちよりより一層不安を抱えていたりとか、より一層気を張っていらっしゃってると思います。なるほど。その気持ちをぜひ汲んでいただいた上で、私がしているのはその方たちに
あなたはここにふさわしい人なんですよということを、ここで受けるべき最高級な最大限の接客を提供して差し上げることで、その方たちは必ずそこにふさわしい方になっていくんです。販売員接客員がさっきのラベリングじゃないですけど、はい、決めつけちゃうことによって、そうです勝手な思い込みを作ってることもありえるんです。そうです、ね、私すごいこれは大事なことだと思っていて、お客様も期待されていることに応えようとするんですね。なるほど、深いですね。はい、例えばお子様、もう10以上です。10どころじゃないです、もっともっとした、はいはいはい、小学生のお子様がいらっしゃった時に、あら何々さんすごくかわいいね、これこれこうで今日は楽しいねとか、そんな風にお子様にいかにも話すような接し方をすると、不思議なことにお子様ってお子様らしい振る舞いをするんです。だからその辺を走り回ってみたりとか、いかにもお子様らしい振る舞いをされます。うわ、だけど、はい、その時に本当は静かにしてほしい、本当は走り回ってほしくないと思ったら、そういう時こそ大人の扱いしてみてほしいんですよ。なるほど。何々様ご来館ありがとうございますって、あ、今日はお母様とご一緒にご旅行なんですね、あ、素晴らしい素敵なお召し物ですね、今日はゆっくり滞在されてくださいねと言われると、お子様はみんな、そうか、自分はもう大人として扱われてるんだ、ここではちゃんとしなきゃいけないんだなって言って走り回らなくなるんですよ。すごい。でこれは極論ですけれども、これに同じことが、まあ、若い方だったり、逆にこちらが変にカジュアルになりすぎてしまうお客様にこそ丁寧に接することによって、そのお客様方は、あ、そうか、じゃあ自分はもうそろそろこういうお洋服を買ってもいいのかもしれないって思ってくださると思うので、もちろん分かりやすい言葉は使いながらも、接し方としてはよりポライトな、より丁寧な、はい、より丁寧な接客をしていきます。で、仲良くなって、もちろんど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 ん崩していくのはいいと思うんですが、ファーストコンタクトに関しては、若い方や、まあ、特に女性に関してはより丁寧にすることもすごい大事なことだと思います。逆に気を引き締めて丁寧に接するようにしてる、接しやすさ、親しみやすい雰囲気をまとった上で、あなたのことを最大限にリスペクトしていますよという対応をしているということです。勉強になりますね。はい、続いての問題です。はい、じゃじゃん、じゃじゃん、カップルのお客様、はい、多いです。多いですよね。そう、だからここはぜひ聞きたいなと思ってました。販売員さんでも一人の方とはじっくり接客ができるけど、二人三人っていう組み合わせが増えると、自分とそのグループなかなか接しにくいって方いらっしゃるんですよ。カップルの方たくさん接してきた中で、ここは大事にしてたってことをぜひ教えてください。関係性をまずは見極めます。なるほど。はい、それはすごく大事なことなんです。でもどういうことですか。はい、例えば付き合いたての若いカップル、まだお二人とも何を話していいか分からない、そんなカップルにしなければいけないことと、もう長年連れ添っているご夫婦のようにお付き合いをされている30代のカップルにするべきことって全く違ってくると思うんですよ。そっか、はい、同じカップルってグルーピングしちゃいがちだけど、 その中にもいくつかあるよと、全然お手伝いできることが変わってくるなと感じてるんです。初々しいカップルだったらどうします、はい、そうですね、初々しいカップルだったら自分が会話の糸口になってあげるつもりで、いろいろ会話のきっかけを振るようなことを務めています。例えば映画帰りだったんですかとか、映画いかがでしたかって、逆にお互いの好きなものをまだ知り合ってないかもしれないので、あ、こういったものがお似合いになりますよねだったりとか、なるほど、そんな風に会話の糸口をお互いを知るきっかけになるような話をすると思います、はい、長年連れ添ってそうな、はいはいはい、もうあのベテランカップル、はい、であったら力関係、力関係、2人が望んでいる姿をちょっと観察するんですね。女性がガンガンイニシアチブを取ってるカップルもいれば、男性がイニシアチブを取りながら女性は付き添っているようなカップル、いろんなカップルがやっぱりいますよね。イニシアチブ、主導権を持ってらっしゃる、どちらが主導権を持ってらっしゃるかだったりとか、お二人の望んでいる形というのを少し観察します。例えばですよ、男性がもうものすごくこうカッコつけたい、
ようなシーンもあると思います。男性がこうグイグイと引っ張っていきたいなっていう雰囲気のカップルであれば、はいはいはい、ありますよね、はい、ありますよね、ありますあります。そういった時は男性に花を持たせるような会話の持っていき方をしたりとか、逆に女性が主導権を持ちたくて割とグイグイいってるなと思ったら、例えばこう男性の試着をしてもらっていても常に女性に情報共有をしたりとか、常に女性の方を会話に巻き込むようにしないとなかなか決定までは言ってくれないんじゃないかなだったりとか、カップルの関係性を見極めた上で自分がその中の足りないところを補うっていうつもりで話をしてます。見極め方としてはやはりよく見てるとか、ね、よく会話を聞いてるってことですかね、はい、コンシェルジュのお仕事ってよく提案する仕事、聞かれたことを提案する仕事って皆さん思われるなんですけど、はいはい、あ、なんか思いました。そう、案内係って言われるぐらいなので、うん、そうなんですが、実は私自分の仕事の8割はお客様のヒアリングだと思ってます。は、はい、そうじゃなければ10人のお客様に同じ提案をしてたらコンシェルジュっている必要ないんです。皆さん全員一人スマートフォン1台持ってる時代に、人のところまでわざわざ来て、どこがいい観光スポットないですかって聞いた時に全員に東京タワー紹介してたら私たちでも消滅します。確かに確かに。お客様のお持ち物だったりとかお話の内容だったりとか雰囲気だったりとかお連れ様との会話だったり、いろんなものをヒアリングした上で提案する内容って変わってくるじゃないですか。それとカップルも同じで、最初は一緒に3人混じっての会話なのか、お二人だけの会話なのか、雰囲気なのか、やっぱりあと物理的な距離感にも出ますよね。はいはい、あそこも見てるんですか。見てます、もちろん見てます。手を組んでいたり手をつないでいたりしたら、あ、きっとまだまだあの新鮮なカップルなんだろうなとか、ラブラブな時間を過ごされたいんだなっていう時には盛り上げられるような、はいはいはい、はいはい、お話をしますし、なるほど、はい、そんな風に観察をしてます。うわ、これもめちゃくちゃためになります。ありがとうございます。菊池さんにとってズバリ接客業で最も大事にしていること、これもすごい興味あるなと思います、はい、どんなところですか。私自身の挫折体験でもがきっかけでもあるんですけれども、うん、働いている私たち接客をしている側が心身ともに健康ではないと、どんなテクニック、どんな技術があっても私はいい接客はできないと本当に思っているので。そういうお考えっていうかことはちょっと意外でした。あ、そうですか。もうちょっと技術的なこととか、うん、マインド的な、相手のマインド的なお話かなと思ったんですけども、全然全然、本当に自分です。自分が持ってないものは人には私は提供できないと思っているので、はいはい、相手に幸せになってほしいのであれば、やっぱり私自身が心と体を大切にすることが何より大事かなと思います。じゃあ菊池さんの中ではいいサービスをしたい、はい、だからこそ自分がハッピーになりだったりとか、はい、健康でいるっていうところも、心も健康でいるということをすごい大事にしてます、うんうん、なるほど、まあ、ズバリで言っていただきましたね、はい、アパレル販売員の方もお客様のことばっかり考えてるんですよ。あの方どうすればいいかなと思ってて、うんうん、実は鏡見たらすごい疲れ切ってるとか、錬金で自分と見つめてなかったなって、そこまで頭が回せないっていう時ありますよね。そうそうそう、うん、でもいいサービスをしたいからこそ、うん、しっかり自分を見てあげること、はい、一流を目指すのであればすごい大事なポイントになるってことでいいですかね、はい、そう思います、うん。こんな菊池さんなんですけども、YouTube に何度も出演されてきたってことで、あ、そうですね。私自身が作っているチャンネルではないんですけれども、私のいろんなノウハウを話す場面が実はあります。はい、私もチェックさせてもらったんですけども、ぜひ皆さんにご紹介したい動画があるんですよ。それがマスク接客でしたっけ。そうですね、マスクをしながらの接客、マスクをしながらの接客、うん、あれめちゃくちゃためになる内容なので、ぜひ概要欄に貼ってます。皆さん。今本当にホットなマスク接客だと思いますので、必ずチェックいただきたいなと思います。すごくためになります。ふざけた練習方法も、ふざけた練習方法もすごくね、キャラクターも際立ってる内容ですのでチェックしてみてください。あとですね、今回ですね、ちょっともう一人ご紹介したい人がいます。紀藤さん、こんにちは。紀藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。実はですね、紀藤さんはですね、今回の菊池さんとの私の共演だったり、以前大人気でしたこちらの有賀明美さん、ウェディングプランナーの方との対談、つないでいただいた、対談をつないでいただいた YouTuber さんです。はい、あの、YouTube やってます。あの、菊池ともいろいろ動画出させていただいてます。紀藤さんっていうんですよ。紀藤さんがやってるチャンネルも説明欄に貼ってますので、皆さんもぜひチェックしてみてください。これからマスク接客以外にも、アパレル販売の方がためになる動画もアップしてくれるんですね。そうですね、さまざまな業界の方をマネジメントしている会社なんですけれども、はい、必ずアパレル業の方にとっても参考になる動画になってますので、どん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 配信していきたいと思いますので、ぜひお願いします。お願いします。
ありがとうございます。お引き取りください。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございます。少しでもいいなと思った方は、ぜひいいねボタン、そしていろいろご感想などはコメント欄でどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまた次回、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アパレル販売に対してなんかどう思ってるとかってあるんですか？ちょっと聞き方悪いですかね。こんな接客いいなって思うことあります？ありますよ。あります、うん、あります。うん、私は割と自然なのが好きなので、はい、変にかしこまりすぎてるのも嫌だし、うん、変にへりくだりすぎてるのも嫌なんですよ。こういうのも嫌だし、こういうのも嫌だし、はいはい、すごい全部擬音語。やっぱり一人で見たいこともあるので、ぐいぐい来るよりは気遣いのできる販売員さんってガンガン来ないんだけど、あ、これ他の色ないかなとか、あ、これなんかないかなって時にパッて顔上げると目が合うんですよ。すごい。だからいるんですよ。いて常に気にしてくれてるのに、こっちが気にならないようにしててくれる。なるほど。これが究極だなって思いました。なるほど。絶妙な、難しい。で気配も消してる。でも必要な時にはパッと動いてる。相当おそらくアンテナをめちゃくちゃ張ってるんですよ、ね。うん、張った上でここは消すべきアンテナとか、そうそうそう、差し引きが上手なんだと思います。なんですよね、うん、それが菊池さんがお客様だったら居心地が良かったりするんですかね。そうなんですよね。なるほど。そう、出しすぎる引きすぎる、その場合が上手な方ってことですかね。なんか見極められます、瞬時に。この方素敵だなとか、この方ちょっと、スタッフですか。はい。ああ、スタッフさんでやっぱりね、健康そうです。あー、そうなんだ、うん、あの気負いがないというか、はあ、顔に表情と視線合わせに引け目も傲慢な態度もない、本当にフラットでいられてる人ってすごく健康そう、自然体でそこにいらっしゃる。でもそれって簡単じゃないと思うんですよ。確かに自然体でいるって意外と簡単じゃないから。いやー、一番難しいかも。そう、そういう人って何してるかって聞くと、やっぱり自分の好きなことをやってたりとか、自分の仕事を好きだったりとか、あ、これ分かった分かった、はい、私自分の仕事好きな人じゃなきゃ嫌です。ああ、もう嫌。自分の仕事好きな人からしか服買いたくないです。もう嫌だと思うぐらいですか。嫌です。だってアパレルやってる友達とかで、うちのブランドの服なんて全然プライベートで着ない、すごいこと聞くともうがっかりします。もう私は自分のホテルを愛していたし、自分の勤めてる会社や商品を好きな人にからしか買いたくないです。それがやっぱりいいなと思う販売さん、にじみ出たりしますかね。出てます、好きでしか販売してないみたいな、うん、ちょっとよく知識わかんないんですけど大好きなんです。そういう人もやっぱ売れたりしますよね、はい、コロナの時期になってお店の店員さんとしかこの1週間直接話をしてないとお客様たくさんいらっしゃると思うんですよ。確かに、お一人暮らしの方とか、そうなった時にやっぱり人と人とということを意識しながら一緒にその場で会話をすることってすごい大事だと思っているので、うん、背伸びもしなくていいし、わからないことはわからないって言ってくださる方の方が信頼できるなと思います。頑張ります、はい、言うだけはただ。いやいやいや、ありがとうございます。